マーク・アドラーは、データ圧縮の分野で最も知られる人物である。アドラーは、アドラー -32 ハッシュ関数の著作者、ザリブッシュクライブラリーとグシップの共同著作者、インフォ ZIP への貢献、そして、ポータブルネットワークグラフィックス画像フォーマットの開発者である。アドラーは、マーズエクスプロレーションローバーミッションにおけるスピリット、探査機のミッションマネージャーでもあった。 アドラーはマイアミのデイビッド、バーサードラー一家の一人息子として生まれた。中にアダに移住し、彼はダイアナ・セント・ジェームズと一緒に暮らすようになり、やがて二人の子供、ジョシュアとザチャリーが生まれた。彼はダイアナと共にカリフォルニア工科大学に勤務しており、また演劇の舞台に上がり、その演劇指導も行っていた。博士課程終了後、アドラーは、 ヒューズエアクラフトの宇宙空間、通信部門にて、衛星通信における、X 線バースト効果の影響分析、新しい誤り検出訂正法の開発、自動車盗難防止用場の設計、デジタル画像、ビデオ圧縮研究を含む、様々なプロジェクトに参加していた。1992年から1995年を、通しアドラーは、 カッシーニホイヘンスミッションの先導計画エンジニアに任命された。その後彼はジェット推進研究所における火星探査プログラムのアーキテクトを1996年から1998年を通して務めており、結果としてこの時を通しアドラーが火星探査におけるフライト開発量ミッションのプロジェクト間の小問題の処理も含み、 2001年から開始された火星探査ミッションの計画の責任を負っていたことになる。1999年から2000年初期にかけ、アドラーはマーズサンプルリターンミッションのミッションシステムマネージャーチーフエンジニアに就任した。この計画は2003年と2005年に合わせて3回の打ち上げを行い、2008年に火星の資料を採取し地球に帰還する予定であった。 しかし、マーズポーラーランナーの失敗の後、計画はキャンセルされた。アドラーは、後に2003年にマーズエクスプロレーション、ローバーミッションとして採択される、概念研究を3週間半をかけて立ち上げそして引いた。彼は次の役職を務めた、ミッションシステムマネージャー次長、プロジェクトエンジニア次長、委員会次長、テスト、発射実施マネージャー、 着陸地点選定エンジニアそして、スピリット探査機ミッションのマネージャーである。アドラーは、景気飛行証明を持つ、操縦士認定スクーバダイバーそして、アマチュア演劇俳優でもあるアドラーは、ジャンルがいいとともに、デフレート圧縮アルゴリズムを利用する圧縮ユーティリティ、グシップと、ライブラリーザリブを開発したことでも名高い。この功績を評価され、両名は2009年のユズニックス、 ソフトウェアツールズユーザーグループアワードを受賞した。ありがとうございます。